ほのぼの番組のほのぼのと、はい、皆さんこんにちは、激ネムのマイロンです。今回はじゃじゃん、マイクラに似ているゲームエポンウェポン3種類買ってきたので、これ3種類あるんですよ。タイマツとツルハシと剣がね、これドンキで300円で売ってるわけよ。で一番初めね、その剣しか売ってなかったんです。こうやってこう味で、タイマツしか売ってなかったんです。タイムズしか売ってなかったんですよ、こうやってね、バーって。あの、電源交換ができないから安いですって書いてあって、ほら、ここ電池交換できません、オブジェとしてご使用くださいって書いてあるんですよ。で、店内ぐるぐるしてたら、なんか2種類もあったんで買ってもらってたね。では、開封していきたいと思います。剣とね、タイムズ全然大きさが違うんですよ。あの、クレーンゲームあるあるなんで、これ300円なんで、多分ドンキで買った方が安いし。はい、ではまず松明からやっていきたいと思います。何これ？あ、これね、結構買ってる人多いかった。自分で作ってる人もいれば、スプラトゥーン作ってる人すごいと思った、天才と思った。あれは、ちょっと待って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 、電池交換これできるよ。めっちゃ普通に電池交換できるんだけど、これ絶対開くって。これほら、これ何が電池交換できないんですよ。じゃあ確実にこれ電池交換できるかね。あ、ほんとだ、バネがない。そりゃそうだ、ここ電池全然入ってないんですよ。電池交換はできません。あ、待って、これ電池交換できません、向けるんだけど、ちょっとこれ破ってみるよ。これ遊び方のところにね、背面の電池ボックスについてる、ここのさ、よくあるあるじゃん、なんかさ、ピッてこう取ったらこう電池がこう大丈夫なやつなんですけど、もう電池も入ってなければ、ピッと抜くやつついてないし、あー、さすが300円。でもマイクラ好きとかはこういうの部屋に飾っておくと少しはインテリアっぽく見えますね。でもこれさ、300円高くない？不良品だもん。ということで、光るスクイーズを入れたらすごく光ると思うので、この不良品をいい不良品にしていきたいと思います。もうね、結果分かってるんですよ。ツルハシと剣も絶対に電気がつかない。これついたらはぁってなるじゃん。じゃあ何なんですか、ツルハシと剣が一番つかなくていいものだと思うんだけど。いいじゃん、いいよ、じゃん。え、ちょっと、本当だ、おー、ついてる、チャンチャラン。謎じゃない、何これ、ディズニーのあれみたい、パレードのやつ。生物たちの虹色の戦争、あーだーこいった、私のツルハシなんですけどね、暗すぎても剣と比較しても全然わかんない。次これさ、セカンドライブこれでいくから歌えるー。青色の空にかお前がどんかい、命の炎はあーあーあー、ちょっと言って名前叫んで、あーないのー、消えてしまうのだろう、イエイエイラスタララララ。あとこれさ、今日 3D バイオリン弾いてるからさ、すごいなんか色がすごい。じゃあ、あ、ダメです。じゃあこれ入れていきます。ちょっと、みんな大事件。大事件。光んない。ダメだ。光んないわ。ダメ、うわ、しゃい。スクイズちゃん、死亡推定時刻。8時半。はい、ではね、これの方入れていきます。入るかな？入る！いける。なんか赤いタイムだって。青色の空に神様が来て願いを一つ叶えるなら僕、あ、気づいた、おお、これすごいわ、天才スクイーズ、ポンポンって言ったらすぐ光る。命の炎はないの、消えてしまうのだろう。もう面白いよってね、ほんと間近で見てほしい。これは中にやつスクイージが入ってるのかな。おっと、おっと、電池がなくなったね。あ、やばい、あ、スクイージが、おっと、電池がまたついたね。今で今うさい Go の日、ドンキホーテの松明、そしてスラッシュ剣、ソリューソリューソリュー、ともとみてた